どうも、キジ、メガイモトです。おはようございます。ミスター書き出しホームレスだというわけでですね、今回エマズラビデオ都市伝説シリーズでございますというわけでですね、令和のミスター都市伝説ミスター関を呼んでいます。うわっうわナイスいやミスター関、元 FC バルセロナややトゥーレだ、よろしくね。懐かしすぎた今回の都市伝説は、ある中学校で起きた何人もの命が奪われた水難事故。これはただの水難事故ではなかったのかもしれないね。というわけでですね、今回その橋北中学校水難事故について触れていきたいと思います。事件は50年以上も前になる1955年7月28日、三重県津市の中河原海岸で起きたのね。そして同じ市にある橋北中学校では、毎年夏になると夏の水泳練習をしていたけども、その授業で女子生徒36人の命が一瞬にして奪われたのよ。逆エッチだなこの水泳練習は7月18日から7月28日にかけての10日間、午前中にだけ水泳訓練を実施することが決定しており、この水泳訓練には男女生徒合わせ約660名の生徒が参加することになった。そのうちの36人っていうのがフリーメイソンのメンバーだった。頭湧いてたそして事件の起きた28日は水泳訓練の最終日であったため、約200名もの女子生徒の水泳能力テストが行われることになったのよ。そして午後10時、生徒たちは簡単な準備体操をした後、体を慣らすためまずは10分間だけ海に入ったのね。しかし生徒が海に入って5分ほど経った頃、女性教師含む約100名の女子生徒が一斉に体の自由を失い、同時に溺れ始めたのよ。緊急すんなそして生徒たちの助けを呼ぶ声に気がついた男性職員や水泳部員、偶然居合わせた地元の漁師たちが協力し救命活動を開始し、近くの病院から医師や看護師、警察や救助隊も駆けつけ、総出で救助活動を行ったので、結果女子生徒49名が引き上げられたけども、そのうちの13名は懸命な処置によって意識を回復したが、その他の36名は帰らぬ人となってしまったのよ。これは当時の情報をね、目撃されて、ね、ちょっとチャネリングしてるよね。たく最近の早いやつしかも老害じゃんなぜこのようなことが起きたのか。一説では遠浅の海岸に発生しやすい離岸流という自然現象が事故原因になったのではないかと言われてるのよ。そして中河原海岸は遠浅だけども、付近の阿能川から水が流れ込むことによってできた深みが数箇所あり、事故が起きた時間は満潮に近くなっていたため、浅瀬から深みに向かって一気に水が流れたのではないかとも言われてるのよ。しかしこの事件の生存者である複数の女子生徒は皆口を揃えて、たくさんのモンペ姿をした女性が海の底から現れてみんなを引きずり込んでいったと証言してる。助けなかった泣くなよそして当時の生存者の一人である中西ひろ子という人物による体験談によると、すぐそばで泳いでいた友人が突然ひろ子さんの右腕にしがみつき、沖の方を見つめたまま真っ青になりながらひろ子さんに、あれを見てと指を指してきたという。これモンペっていうのはね、関さん意味がわからないんだけど、でも大体ね、予想でつくわけだね、この精霊ね、陰謀論じゃないそして彼女が指さす方向を見てみると、ひろこさんたちから約20メートルから30メートルほど沖の方で泳いでいた同級生が一人また一人と何かに引っ張られるかのように海中へと姿を消していったのよ。その時沖の方から大きな黒い物体がひろこさんたちの方へ近づいてきたというのね。それはよく見てみると、水に濡れた防空頭巾をかぶり、モンペを履いた何十人もの女性の姿だったというのよ。そしてひろこさんとその友人は必死に逃げたけども、ひろこさんは足をつかまれ、一瞬のうちに意識を失ってしまったという。どうして知らねえよそしてこの事件からちょうど10年前である1945年7月28日、この海域では第二次世界大戦期の連合国軍による大規模な空爆が行われており、約250名もの人々が焼死したことが判明し、この時火葬しきれなかった遺体はこの海岸に穴を掘って埋められたという。で、こういう事件とか霊的現象っていうのはね、その1周年とか10周年とかそういうタイミングでね、起きることが多いね。そうですね、ね、黒いやつがさ、いきなり歩ってきたっていうのはさ、エグザイルみたいな偏見だなそして離岸流が原因だとしても、彼女たちが見たモンペ姿の女性たちは一体何だったのか。
もしかするとモンペ姿の女性たちは海で泳ぐ女子生徒たちを同じ世界へ引きずり込もうとしていたのかもしれないよね。敗戦国だからな。愛国者とか